うまそうだな。もらっておこう。ちょっとあんた。はい。今日の宿代払っておくれよ。手持ちがないとか言わないよね。いや。ん？毎度。おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ、シェンファは？うん、私も。そうか、よかった。俺は出かけてくる。ええ、気をつけて。ああ。はーい、いらっしゃい。彼女へのプレゼント？それとも家族に？いや、俺は。お姉さんが花束でも花輪でも予算内でバッチリ用意してあげるわよ。また来ます。はーい、いらっしゃい。彼女へのプレゼント？それとも家族に？したわよ。すみません。素晴らしい幸運に出会えたんでしょ。出会えたわよね。それが時移れば運命も変わる。グズグズしているとせっかくの運命を逃がしてしまうわよ。もう一度新天地の隅々まで探してきなさい。はあ。ところでラッキーナンバーを知りたくない？お願いします。それじゃあなたのラッキーナンバーを占ってあげる。見える、あまたの数字の中、幸運に輝く数字が見える。ラッキーナンバーは2よ。この数字があなたに幸運をもたらすわ。あとはあなた次第よ。ありがとうございます。おや、見える、まだ見えるわ。え？その数が力を持つのはある場所。ある場所？路地裏、薄暗い道の先、見えるのはここまで。あとはあなた次第よ。はあ、ありがとうございます。
占いだって？占い師に言われたラッキーカラーと同じ色の仮面にかけたら大当たりして、その後も当たりっぱなしでビップ会員になっちゃったんだってよ。本当か？そんなもんで金持ちになれたら苦労しないけどな。私も占ってもらってから満金堂に行ってみようかしら。おいおい、信じてるのかそんなヨタ話を。